皆さんこんばんは、 MK です。ポケットモンスタースカーレット青の円盤パート48やっていきましょう。前回でポーラエリアの御三系6種類全て捕まえて、最終進化までも進化させることができたということで、今回はラストキャニオンエリアの御三系捕まえに行こうと思っていたんですが、BP 集めが間に合いませんでした。はい、ですので今回は中途半端に集まっている BP を使って特別講師のイベントと進めていければと思います。結局御三家の BP 集めが終わっても特別講師で BP が必要になるから、まだまだ MK さんの BP の旅は続きそうですよねと思う方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。まあ言うてもね、前作剣盾のダウンロードコンテンツ鎧の孤島のワット集めよりも100倍増しですよ。あの時ひどかったんだから、328万ワットをミツバっていうキャラクターに渡さないといけなくて、もう毎日毎日10時間ぐらい裏作業してワット集めをしていた日々が本当に思い出されるという感じなんですが、まあそれに比べたら今回は楽勝ですよね。ということで、お、柿つばたと赤松が会話してるぞ。柿つばた先輩、なんか裏でやってただろ。お、いきなりだな、おいらが何やったって本当だよ。なんか難しいけど MK と組んで、お、いい線いってるぞ、頑張れ頑張れ。リーグ部を前みたいにすぐりをなんとかする、大体やってる。あれ意外とやるな。もう一声だ赤松。だー、わかんねえ、俺は頭使うの苦手なの。いやでも結構いい線いってたぞ。あらら残念。とにかく嫌われ役ばっかりやってると嫌われちゃうよ。次なんかやるときは俺に相談してよね。へっへっへ、ちげえねいや本当だよ、柿つばた嫌われ役やってたからな。本当はちゃんとすぐりのこととリーグ部のことを考えてたんだもんね。ということで、よし、じゃあ特別講師呼んでいきましょうか。前回というかちょっと前に、こちらコルサですね、1回呼んでいるので、ちょっと2回目呼んでみましょうか。そう、コメント欄で教えてもらったんですけど、どうやらこれ全キャラクター3回呼ばないといけないらしいんですよ。やばくない？そうしないとイベントが全部終わらないんですって。ということで、こんにちは、2回目のコルサさん。時に MK、 一種には有名な芸術家がいるのだが知っているか。あ、アーティーのことですかね。アーティーっていう虫タイプの、アーティスト、あれアーティストだよね、がいたと思いますけども、はい。芸術家、待って、他にいたか。おお、博識だな、知っているとは思うが、そやつは虫ポケモンをモチーフになかなか趣深い絵を描くのだそうですね。やっぱアーティーのことでしたね。一つのタイプを芸術に昇華する感性が似ているので気になっている。帰りしなアトリエがあるというヒウンシティへと立ち寄ってみるか。そう、ヒウンにあるんだよね。で、BW と BW2 でジムの仕掛けが思いっきり変わっててさ、BW2 の方が凝ってるんだよな、というそんな、まあブラホアおじさんの話はこれぐらいにしておきまして、じゃあ特別講師呼んでいきましょう。なんじゃも行くか。そうですね、ちょっとこの辺りで呼んでおきたい。ということで、なんじゃも招待していきましょう。結構 BP はまだありますからね。なんじゃもちゃん、おー久しぶり、かわいい。やっぱなんじゃもちゃんが一番可愛いわ。あなたの目玉をエレキネット。何もなんじゃ、なんじゃもです。おはこんはろちゃお、おはこんはろちゃお。いや久しぶりに会ったね。そして、いや、なんじゃもちゃん、バトルちょっとやってもらってもいいですかね。電気タイプだからどうすかな。ちょっと待ってよ、いや言うてか、ラウドボーンでフレアソング連打してればなんとかなるでしょ。お、え、ここって会話イベント見られるんですか。こんにちは、お願い、コロサシ、僕の動画に出演してして。あ、ちゃんと全部の組み合わせに会話イベントがあるの？やばくね？無論、却下だ。なんで、ケチ、ジムリ同士仲良くしようよ。出た、そのプルプル震えるやつ。慣れ合う気は毛頭ない。貴様がアバンギャルドなら話は別だがな。前から気になってたけど、アバンギャルドって何ぞや？ほんとだよ。その問いがすでに、あ、ノットアバンギャルド。その問いがもうノットアバンギャルドなんだってさ。MKC コラボ案件ありがとう。ジムリーダーなんじゃ噂の学園に潜入してみたって動画の構想を絶賛練り練り中なんだよね。 MKC 学園でなんか動画のネタないの？あー、なんだろう、じゃあテラリウムドームとか結構いろんなのあって楽しそうだよ。あそこを動画撮れば、人工ドームに4つのエリア。何それ、すごすぎ。 MKC ネタ提供ありがとう。じゃあもう早速動画制作準備してみるぞよ。あ、
バトルお願いしてもいいですか。 MKC ちゃん、暇なら君とのバトル撮っていい？あ、いいですよ。また撮影の方やっちゃってください。おーし、んじゃもバトル場へ赴くぞよ。いや、なんじゃもちゃんかわいい。ちょっと最近ですけど、結構最近にポケマスに参戦してましたよね、なんじゃもはね。ということで出た、よし行きましょう。ジムリーダーのなんじゃもが勝負を仕掛けてきた。ジムリーダーのなんじゃもは大回転を繰り出した。おー、大回転からか。これ何レベぐらいになってんだろう、相手気になるな。80か。じゃあいきなりちょっとテラステ、テラスタルでフレアソングやっていきましょうか。そう、別にゴーストタイプがあろうがなかろうが多分なんじゃも相手には関係ありませんので、フレアソングで特攻ガンガン貯めて6盾狙っていきましょう。ということで大回転の耐久だったらワンチャン一発でいい。おっと、追い風。なるほどね、素早さがシンプルに負けている。そして追い風吹かれるとやばいな。お、風力電気で充電している。いや、ちょっと珍しい特性だから MK さん、あんまり頭入ってなかったわ。ということでフレアソングで一発。 OKOKOK、 ナイス。急所か。ピントレンズを持たせている甲斐がありました。で、特攻上がったから次からも多分耐久的には相手倒せるんですけど、素早さでちょっとやばいか。多分ね、毎回上取られるとさすがにどっかでやられちゃう気がするな。可愛いなんじゃも。ということでフレアソング打って、おっと、こっちの方が早い。さすがに腹張り元が遅いから追い風の効果があったにせよ、 MK さんに素早さは勝てていないと。 OK、 さらに急所当てていく。いや、ちょっとピントレンズがマジで生きてるね。そして2段階上がったからこっからは急所じゃなくても多分倒せるぞ。マルマインはさすがに素早さ負けてんな。うわ、これ大爆発自爆を読むんだったらゴーストタイプ残しといてもよかった気がするな。雨子よ、全然いいですけど、炎タイプの威力半減、あー、じゃあ全然良くねえな。え、雨子雷を必中にする気だったのか。多分そういうことですよね。雷を必中で上からガンガン当てていくみたいなイメージだと思います。そしてさすがにまあ丸マイン程度だったら耐久が低すぎるので、アメカでも倒せますと。はい、次エレキブル。多分エレキブルは1回耐えられるな、これさ。いやー、これブラストバーンってかオーバーヒート覚えてるんだったら、オーバーヒートだったらいけたと思うんですけど、さすがにこれ無理だよな。サンダーダイブどれぐらい食らう。あ、言うてこんなもんか。麻痺だけやめて。あ、麻痺はならないっけ、サンダーダイブって。ちょっと新技だからまだあそこのところ仕様が頭に入っておりません。おっと、急所、急所じゃない、普通に倒した。特攻上がってっから雨かあんま関係ないね。ということでこのまま行ってしまいましょう。相手の追い風が止みました。レントラーはいけるな。ってことはやっぱ最後はまたムーマージか。ムーマージの電気テラスで最後攻めてくる感じでしょうか。よーし、威嚇が入っておりますが、ここはフレアソング連打でやっちゃいましょう。いや、なんかせっかくのジムリーダー再戦なのにフレアソングで倒しきっちゃっててちょっと申し訳ないですね。いやいや、でもしょうがないよ。ここでさ、ギリギリの勝負をしたいからっつってねえ、ギリギリのポケモン使ったら普通に負けるぞ。多分80はこっちも全力で行くのが礼儀ってもんですからね。視聴者数シビルドンのぼり、フヒヒ、たまりませんなシビルドンのぼりも久しぶりに聞いたな。ということでやっぱりムーマージか。じゃあ電気テラス、ここは切られると思いますけどフレアソング行きましょう。いでよピカッと豆電球、浮いてる電気は無敵だぞ。そう、電気タイプはね地面しか弱点がないわけですから、冬で電気はマジでシビルドンのぼり、シビルドンとテラスタイプ系だけですからね。そう、シビルドンが冬で電気タイプなんですよ。あ、だからシビルドンのぼりっつってんのか。いや、あんま関係ねえかということで、ムーマジ出ました。電気タイプこっちの方が、あーっと相手の方が早いけど、こっちゴーストが消えているのでさすがに OK。 シャドボ全然耐えれます。フレアソングで一発でしょう。タスキとか持ってないよね。いや、多分大丈夫だと思いますけど OK。 いや、本当はこのね、激アツ BGM ちゃんと聞きたいんだけどね。ラスト1体になった時にこの歓声が入るやつ大好き。剣盾の頃から続いているので、ぜひ次の新作でもジム戦はこのね完成ありバージョンがあってほしいな。チャンネル登録よろしくね。ということで、いや、 MK さんの方もチャンネル登録よろしくお願いします。 OK。 なんじゃもちゃん勝利することができました。かわいいなんじゃもちゃんも3回呼べば多分イベントがまた変わりますので、そちらもしっかりやっていきましょう。負けたけど視聴者数爆上がり、ちょい複雑だけど嬉しすぎすぎ。あれ、皆の者はチャンピオンに負ける僕の姿を見たいってこと。ま、バズればジャスティス、激レアなんじゃもグッズをプレゼントしちゃいます。え、何、なんじゃもから、お、どんなもん
じゃカバーをもらった。なにこれ、またコラボしようね。え、どんなもんじゃカバーつけたい。そう、前回ね、つけれなかったんですけど、あれなんだわ、このケースも服装のところで買えるんだわ。どんなもんじゃカバー、これか。あ、ちょっとこれにしようぜ。はい、じゃあどんなもんじゃカバーにしまして、これで図鑑とかマップ見るときに、なんじゃも、おーすげー、なんじゃも柄になった。いいね、いいね。あー、じゃあこれにしよう。ということで、これさ、二人いるけどさ、プラスで呼べたりするの？はい、特別講師を呼ぶで、これ、誰か呼べばコルサ消える？でも話しかけた判定は残ってるんだよね。大丈夫だよね。じゃあちょっと、ハイダイ呼びましょうか。これで、ハイダイとナンジャモになるってこと？多分ですけど、あ、そしてミスった、これ水タイプだ。水タイプだからあんまり、へいらっしゃい。ラウドボーンで戦うことを考慮したら呼ばない方が良かったかも、君。激流料理人、ハイダイ、お届けに上がったんだい。ということで、ハイダイさん、久しぶり。今度は財布落とさないでくださいね。そう、コンパンの財布持ってるんだけど、あれ、ポケセンでグッズ化してたよね、公式で。ということで、あ、なんじゃもとハイダイ別の場所、お、おい、な、話してんのか君たち。おいおいおい、なんだ、今日こそは四天王の仕事をやってもらうから。え、オイラがやったらミスだらけで帰って仕事増やすぜ。それはそうかもだけど、まずやる気、やろうとする気持ちが大事。そうだよ、だから立って、ほら書類持ってきて。だりーよ、ねみーよ、かったりーよ、そういうの良くないと思います。また罰してもらって。MK さんもそれやってほしいんだけど、オイラはいいと思います。な、お、いいぞ、柿つばた。そして、なん、やっぱ、なんか、この二人できてんだよな。やめて。そしたら、あれ、これ、PP とか大丈夫？強さを見るにして、PP、あ、ちゃんとありますね、これ。フレアソング、ハラバリーとか、ブリジュラスにした方がいいか。ブリジュラスでさ、なんだったっけ、なんか限定技あったよね。あれ使おう。竜の音と思い出すにして、エレクトロビーム、これだ。これで、天候が雨の時す、あ、だったらさ、これ雨乞いと合わせてさ、ちょっとうまい感じにやってみようか。じゃあ10万ボルトの代わりに覚えさせて、雨乞いって覚えます？ブリジュラス自身が。自身は覚えないか。これで、ちょっと待てよ。番号から名前順にして、あー、覚えないな。だとしたら、ハラバリーかなんかに覚えさせるしかないかも。ハラバリーで、ここで、思い出す。思い出すじゃねえや。技マシンだ。で、雨乞い。番号順から名前順にして、あたたたたたた。あー、ブリジュラス自体が覚えてくれたら本当はいいんだけどな。じゃあ、とりあえず、電磁波の代わりにこちら覚えさせまして、で、ターン的なことを考えて、バックから冷たい岩持たせましょうか。そう、冷たい岩を持たせればね、雨ターンが5ターンから8ターンに増えますから。あります？あれ？熱い岩。あれ？いや、岩がここにあるって、あ、これそっか、名前順になってんのか。種類順にして、岩のところ、一覧のところまでお願い、あ、今あった。あ、ないな。石じゃなくて岩。岩と石って明確にポケモンは使い分けてるからね。あたたたたたた、湿った岩だ。ん？湿った岩だ。冷たい岩はあれか、雪か。ちょっと逆で覚えてたわ。使うじゃなくて、持たせるで、はい、隠密マントの代わりに持たせます。で、ハラバリーを先頭にしてと、ハイダイさん、戦わしてください。おお、お前さんだったのかい。学生ながら特別講師の正体まで任されとるんだろう。そうですよ。なんてとてつもないお子さんなんだい。そうなんだい。そんな言い方だっけ、そういえば。がはは、己を肯定できる強さよ。こりゃ大量だい、大量だい。遠征の機会をくれて本当に感謝しとるぞ。おいらも学生と一緒に成長させてもらうからな。あ、じゃあバトルお願いします。ヘイラスシャイ、息のいい勝負をおじさんと追っ始めるかい？もちろん、やらしてください。よし、大物が釣れたな。それじゃあ行くとするかい？あ、大物が釣れた。この表現してたよね。前もね。ということで、ハイダイ戦。いやー、水タイプだからな。ちょっとラウドボーンが直で使えないのがきついですが、ちょっといろいろ試すがてらやってみましょう。ペリッパ、あ、うわー、だったら雨乞いいらねえわ。こいつ雨降らしだ。もうなんだよ。じゃあハラバリーから出す必要なかったじゃん。じゃあもうこれ放電で、もうとりあえずペリッパ倒しちゃおう。はい、放電、うん、オッケー。
で次の時に変えて、いやただ問題はさ、ペリッパーがさ、これ岩持ってなくてさ、5ターンで雨終わっちゃうかもしんねえってとこなんだよな。はい、オーダイル繰り出そうとしていますが、ここはブリジュラスに変えていく。オーダイルか、素早さ的にはこっちが勝手です。激流か力づくか、そう特性あるんです。激流、タスキ激流とかの方がちょっとまずいな。アクアジェットとか覚えるからさ、そしたらここはエレクトロビームいっちゃいましょう。テラスタルはしなくていいな。はい、エレクトロビームで特攻上げつつ、これ1ターンで打てるからね、雨乞いかだったら。電気を吸収、特攻上げて、いやこれ強くない？普通にエレクトロビーム雨乞いで使うの。まあこれもダブルバトルでうまくやれってことなんだろうな。ペリッパとブリジュラスでダブルで出したらさ、やっぱこれ1ターンで打ててめっちゃ強いじゃん。ということでオーダイルはとりあえずワンパン。ブロスター4、こいつもまたね変わった特性を持ってまして、波動ってついてる、技の威力が上がるっていう特性なんですよ。でブロスターはね色違いが赤なんだよ。それもまたかっこいいんだ。この青いブロスターがこう茹でられたみたいなさ、真っ赤なブロスターになって、 MK さん XY の時厳選したもん、あの赤いブロスターいやでも強いんだよ。竜の波動とか波動弾とか、あの水の波動、波動系の技の威力上がるからさ、まあその代わりバトルだとめちゃくちゃ読まれやすいんだけどね。ということでブロスターも倒すことができました。まだまだ行くぞ。海鳥を素早さ負けてる気がするな。MK さんも途中までパーティー入れてたからなちょっとあまりの弱さに途中で手放してしまいましたが、時短だ。おっとこれ抜群だぞ。うわーなんとかなるか。え、なんか下がる、大丈夫。防御が上がりつつ、OK 大丈夫、下がらない。じゃあエレクトロビームまたまた打っちゃってください。いやこれなんか腰をこう伸ばしてる感じに見えてストレッチっぽくていいよね。いやてか見れば見るほどこのデザインいいな。この橋になるのが大前提のさ、いやこれ腕にも足、いやこれデザイン天才かマジで。これ誰でデザインしたのまだ公表されてない。あ、そういえば昨日 MK さんの、今時系列で言うと昨日なんだけど、昨日オーガポンのキャラクターデザインの方、あいつもの方でしたねの公表されてましたね。いやもういつ、さすがですよさすがという感じでございましたが、いやオーガポンもね、そういえばあの仮面取った姿がなんだかんだ公式発表がまだだったんですよ。昨日ね、公式サイトにもあの掲載されて、公式でも顔を、あのお面を取ったオーガポングッズとかも扱えるようになったと思うので、今後オーガポンのグッズが増えていくのを望んでおります。っていうかシンプルにさ、あのお面をさ普通にお面として売ってくんねえか。4種類普通に欲しいんだけど。あのキャラクター系のお面ってあるじゃん、戦隊ヒーローとかさ、ああいうのの、勝負は水物ガッハッハー、ままならないのがいいんだい。ね、戦隊ヒーローとか仮面ライダーとかさ、ああいう系のお面としてさ普通に売ってくんねえか、欲しいんだけど行くぞ、ぶっ込み大変身、ピッチピチに潤うぞ。ということで、あれこれ何になっていくんだっけ、経験下に。あら、水テラスじゃない、もしかして違うテラスだったら。ちょっとこれエレクトロビームがあるか。あーオッケー、水テラスよかった。そして素早さ的にもこっちが勝っておりますので、さすがにこれは一発で倒せるかと思います。いやエレクトロビーム、あ待って、雨止んでる、やべ雨止んでた、あ雨が止んで、雨が止んでる、雨が止んでる、雨が止んでる、インファイトやばい、インファイトやばい、あっぶね、ブリジャー持久力で、危なかった今、持久力で防御上がってなかったらちょっと今怖かったね。いやらかしたと思った。ということでエレクトロビーム打っちゃってください。オッケー。いやちょっとまあ長めにこのね歓声が入ってる BGM が聞けたということで、なんとかケケンカに倒すことができました。いやこの歓声が入る前の BGM もよく聞くとめっちゃかっこいいんだよね、実はね。であれがこうずっと一定のテンポだからさ、こうすぐに入れていいよね。ピッチピチだい。ということでよーし、なんとか敗退戦も勝利することができました。こういう感じで特別講師進めてって、まあ全員イベントは終わらせようと思っております。その勢いは未だとどまらず、さながらコイキングの滝登り、覚えないぞ。若い者から刺激をもらえて、おじさんも成長できるってもんよ。お前さんみたいにホットなやつ持ってってくれ。ということで、お秘伝からスパイスありがとうございます。またのご来店をお待ちしとるからな。ということで、じゃあ一旦今回はこれぐらいで終わっておきましょう。次回
じゃあちょっとまたね、ご参詣のために BP 集めてこれればと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。なんじゃもちゃん、可愛いけど目つぶっちゃった。